エンリック・ウィップセンは、ノルウェーの劇作家、詩人、舞台監督。近代演劇の創始者であり、近代演劇の父と称される。シェイクスピア以後、世界で最も盛んに上演されている劇作家とも言われる。代表作には、ブラン、ペール・ギュント、人形の家、ノガモ、ロスメルスホルム、ヘッダ・ガーブレルなどがある。自身はノルウェーを嫌い。 長く、ドイツやイタリアで生活したため、ノルウェーの国民作家という意識は薄かったが、現在は、国の象徴、そして世界史上最も重要な劇作家の一人として、尊敬され、長らくノルウェーの最高学面のセンクローネ紙幣にその、肖像が描かれていた。イプセンの執筆言語は、ノルウェー語、デンマーク語、デンマークノルウェー語、ブークモール。 リクスモールなどと言われる場合があるが、これは19世紀までノルウェーでは、創始国の言語である、デンマーク語が、書き言葉として使用されていたためである。言語学者のクヌート・クヌーツェンは19世紀後半に、書き言葉を徐々に、ノルウェー化することを提唱し、この言語はやがてリクスモール、後にブルクモールと呼ばれるようになった。イップセンは、このデンマーク語が、 ノルウェー式に変化しつつある時代のリクスモールで著作を執筆していた。21世紀に使用されているノルウェー語とは大きく異なるため、ノルウェーで上演を行うときも、戯曲テクストを現代の観客にわかるよう変更する必要がある場合が多い。イプセンの劇は同時代の多くの人にスキャンダラスと考えられた。当時は、 家庭生活や礼儀についてのビクトリア朝的価値観がヨーロッパで大きく広まっており、それらに対するいかなる挑戦も不道徳的で非常識とされていたためである。イップセンは生活状況や道徳問題についての批評的な目や疑問を紹介するため主に現代劇に基礎を置いた。ビクトリア朝の演劇には悪の力に立ち向かう高潔な主人公が 期待されており、あらゆる劇は、善が幸福をもたらし、不道徳は苦痛のみをもたらすという、道徳的にふさわしい結末で終わった。イプセンはこの考えと当時の信仰に挑み、観客の持つ幻想を破壊した。日本の進撃運動は、イプセン劇の上演から始まったと言える。人形の家の主人公ノラは、当時の新しい女として語られた。 その作品群は今日でも演劇界に影響を与え続けている。中国においても新青年第四巻六号が一セン特集を組むなど54運動機に熱狂的に紹介され女性解放運動に大きな影響を与えたほか話劇の形成にも直接の影響を与えた。2007年にはノルウェー政府により国際一部戦賞が創設された。 オンイプセン、エス・ロール・ワズ・ファーザー・オブ・モダン・ドラマ、C ・イプセン・セレブレーション・ツー・スポットライト、ファーザー・オブ・モダン・ドラマ、ボデン・カレッジ、2007年3月27日閲覧。オンイプセン、エス・リレーション・シップ・ツー・モダニズム、C ・モイ・ハット、ヘッダー・ガーブレル、新国立劇場、2019年3月7日閲覧。A.B. ローソン、マーク・ザ・マスター・リングイスト、 ザプロブレムウィズトランスレーティングイプセンザガーディアン一瞬レイ二六一から三千七十七 httpswwciguardian.com ステージ二千十四オクト二十九ザマスターリングイストザプロブレムウィズトランスレーティングイプセン二千十九年三月十日閲覧エリカワーグナーマインドアウトオブタイムホワットイプセンキャンテルアス About Today.www.news.atesman.com.The t New, st new Statesman 2019年3月10日閲覧 .ABC Sanders, Lewis H., ザ・ランゲージズ・オブスカンディナビア セブンシスターズ・オブ・ザ・ノース。シカゴ。ユニバーシティ・オブ・シカゴ・プレス。P129。ISBN 9長7802億2649万3893。億力9億7230万9349。 h t t p s w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  o r l d c a t o r g o c l c 9 7 2 3 0 9 3 4 9 a b f r e d ラッ s ュスーピストルズ &sumpapers, キルケゴール S セデューサーヘッダー S ギャンビットインクリスティン・ディエスドル。エド、イプセン S ヘッダガブラ、フィロソフィカル・パースペクティブズ、194から214。 ドイ、10.1093、オッソ、9兆7801億9046万7876.0030010。P206、エリーカワーグナー、マインドアウトオブタイム、ホワット・イプセン・キャン・テル・アス、アバウト・トゥデー。www.newstatesman.com。ザニュース・テイツマン、2019年3月10日閲覧。 日本では、長くと呼ばれてきたが、劇中、何度もと繰り返し呼ばれ、いわばこの劇の弾んだリズムを作る元にもなっているから、言語通りの長母音の発音が望ましい。論争者版、毛利さんいよいよ明け、人形の家 P155 中4。ありがとうございます。